ここは海が近いんですね。まあ、山がその、まあ、後ろにあるんですけど、例えばその都会で生活していると当然あの窓から光が入ってきますけど、例えばビルやいろんな高い建物に遮られて直接の光ってそんなに入ってこないかもしれないんだけど、ここはまダイレクトにその海の光が反射した光と、そして太陽の直接の光がこう混ざってですね、まあ、独特の光を、まあ、家の中にが入ってくるんですけど、なかなか雨が降ったりですね、強い風が吹いたりすると相当またそれそれで厳しいあの自然の、まあ、そういうものも含めて僕にとっては嬉しい場所で、そういう意味での豊かな場所ですね。